で、槍に来二部代表、圧政代表。ここで1くらい抜けはかなりのアドバンテージになるな。確かにここでの1位抜けはそのまま抜ける可能性は大いにありでね。決勝戦第1回アンケートの結果発表と参ります。得票率が低かった下位2名が脱落となります。それでは行きましょう。 FGO マスターズ外伝男祭り決勝戦第1回戦、結果はこちらでございます。ちゃん、難しい難しいな。ねえ、だから並んでるじゃん。もうだからもう勝った方が決勝勝ち残りでございます。それでは男らしいのはどっち、やりにきか圧政か、結果発表です。結果はこちらでございます。ちゃん、ボケ勝利すると、ペア630-370の分析に失敗しました。おう、そらそうよ。はい、こっからは激戦となります。それでは行きましょうか。 FGO マスターズ、男祭り決勝第2回戦でございます。最も男らしいのは誰。ちゃん、まあ僕はもう決まってるんで、僕はもう決まってるんでね、サクッと投票しました。筋力 D で男らしいと言えるんですか。彼の話はやめろ。最も男らしい男性キャラはこちらです。じゃん、ボケ勝利するとペア130-120。これだよねえ、これ人が少ないのか人が少ないからこうなっちゃってるのかな。では結果発表といきましょうか。最も男らしい、得票率が一番低かった1名が脱落となります。オッケー。では、勝ち残ったのはこちらでございます。ちゃん強ない。戦闘続行です。やりにきつけえな、めんどくせえなこの男な、めんどくせえなこいつ。じゃん、逆にここまで来るとやりにきを応援したくなるが、ここまで来るとやりにきを応援したくなるが、まあ変わらないかな。まだまだノータイムファラオ、さすがに兄貴はここまでだろ。そうだよね、わら。確かに応援したくなる気持ちはわかるけども、さすがにな、うん、好きだけども嫌いじゃないけど、2度あったら兄貴に入れたかった。ましょうか。オジマンか新所長か、イスカンダルかロマニかヤリニキか。決勝3回戦、脱落した2名は、脱落する2名はこちらでございます。ちゃん、ボケ勝利するとペア112-234、243-196。おかしないか、分析に失敗しました。おかしないか、草早く釣りたいけど負けたくない新所長、やりきちゃったよ、わらわら。うん、ああファラオが、草やりにき強い、わらわら。やりにき所長最強すぎる、わら。草兄貴すげー、わらわら。ダブル、やりにき、なんと。よかったね、全部下ろさなくて、ちゃんと決めて。ロマニオ自慢動画どこに行くかは大きいぞ。寸個性だろやりにきは、違いせよやりにき。切り直し矢印、戦闘続行矢印や避けの流れやべー。さあ、が横槍を入れていく。真ん中は一体何なのか、これ。これは兄貴についていくわ。真ん中は何なのか。アンケートが終了しました。所長は2部の主人公だから、カルデア長官としては何かをかけたい。最後はゲーゴルス。今か最も男らしいサーバントだぞ。何がしたいんだこれは、僕の放送は。真ん中、笑。ねえ。の並びに笑う。イスカンダル、新所長。空風林でアンケートを出します。それでは皆さんよろしくお願いします。最も FGO における男性的なキャラは誰だ。わからない、何もわからない。僕は所長入れちゃったんだもん。いいかな、では2人絶対ラック高いからゲーボルク当たる気がしない。
多分それではじゃあ行きましょうか。ここまで来なかった。どっから異分体になっちまったんだろうな。背景いいな。BGM もいい。いい BGM だ。終わりにふさわしい BGM だな。それでは行きましょうか。FGO マスターズ外伝男祭り決勝最終戦でございます。左から制服をイスカンダル、真ん中ヒロイン新所長、右は槍に聞こと空風林。さあ FGO における最も男性的なキャラクターはこちらでございます。嘘だ。嘘だ。そんなバカな。なあ。さすがだ。すごすぎる。素晴らしいですね。素晴らしい。これは素晴らしい。何この主人公、わらわら。